ごご覧いいただきありがとうございます MLB ストーブリーグの動きが少しずつ活発化していますが現地29日にはワールドチャンピオンヒューストンアストロズとシカゴホワイトソックスから FA となっていたホセ・アブレイユが3年5850万ドル年俸換算1950万ドルで合意しましたキューバでのキャリアを経て2014年にホワイトソックスでメジャーデビューその年にルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得するとこれまでにオールスター出場3回 シルバースラッガー賞受賞3回、そして2020年短縮シーズンでの受賞を含め、9シーズン中6シーズンで MVP 投票20位以内に入るという輝かしい実績と継続性を誇る油湯。さらにデビューの2014年から今シーズンまでの間で出場試合数1270、通算類出数2509はメジャートップ、1445安打と863打点は2位。 そしてホームラン243本は3位となっています。今シーズンは打率3割4厘、出塁率3割7分8厘、長打率4割4分6厘、ホームラン15本、OPS824。昨シーズン30本だったホームラン数が15本と減少したことが、来年36歳となる年齢も踏まえて心配されますが、一方でツーベース40本は昨シーズンから10本増加。さらに昨シーズンの全ての打球のうち、 半数以上が打球速度95マイル以上を記録規定打席に達したバッターの中でこれを上回るのはアーロン・ジャッジヨルダン・アルバレスカイル・シュワバーテオスカー・ヘルナンデスのみパンチ力は健在ですさらに今シーズンのウォーも昨シーズンを上回り4.2キャリアで3番目に高い数字を残していますこれらを踏まえるとアストロズにとっては同じ一塁手昨シーズン打率2割4分2厘 出塁率2割8分8厘、長打率3割6分、ホームラン8本、ウォーマイナス0.3に終わった38歳、ユリ・グリエルからの大きなアップグレードとなりそうです。グリエルとは、キューバのプロリーグ時代から何度も対戦してきたアブレイユ。そのグリエルからポジションを奪うことになりますが、それについては、ユリに対しては最大限のリスペクトを持っています。感謝の念を抱くとと,ともに、これは、 ビジネスの一部だとといいうことも理解していますそして彼がメジャーリーグに残ることを望んでいますとしましたグリエルはワールドシリーズ終了後に FA となりましたが本人は現時点で挙手を明らかにしていませんなおアストロズはワールドシリーズ終了後に GM のジェームズ・クリックに1年契約を打診しましたが評価が低いと感じたクリックがこれに不満を漏らしたことから以前からクリックと確執のあったオーナージム・クレインが クリックを解雇しており、現在 GM 不在。今回のアブレイユとの契約はオーナーのクレインが自ら率先してまとめています。なお、契約にはアブレイユが遠征先のホテルではスイートルームに滞在することも含まれています。そのジム・クレイン、アブレイユ入団発表の際の記者会見では補強はまだ終わっていないとし、グリエルのエージェントとはコンタクトを取っていること、ピッチングにより厚みを持たせたいこと、 バーランダーとの再契約についても可能性があること、さらにキャッチャーと外野手の補強を考えていることなどを語り、資金には余裕があり、必要であれば総年俸が贅沢税のライン2億3300万ドルを超えることもありうるとしました今回のアブレイユ獲得はリリーフピッチャーラファエル・モンテロとの契約を3年3450万ドルで更新したのに続き、アストロズがまとめたコンオフ2件目となる契約。 これにより現時点でのチーム総年俸は1億7500万ドルですそして名前の挙がったグリエルバーランダーの他にキャッチャーをメインに少ないながらも外野の経験もあり DH としての起用も見込まれる30歳カブスから FA となったウィルソン・コントレラスとは現地12月4日から始まるウィンターミーティングで会談予定だと報じられていますアブレイユに続いてコントレラス獲得が実現するとなれば ワールドチャンピオンチームの2023年のラインナップは超強力、非常に豪華なものとなります。そんなアストロズとワールドシリーズで対戦したフィリーズの公式ツイッターは、現地29日、今シーズンのプレイオフ、ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズを制した際の歓喜の写真を複数枚アップし、フィリーズファンに対して、思い出してると語りかける栄光を振り返るツイートをしますが、これに対し、 アストロズの公式ツイッターがフィリーズを下してワールドチャンピオンになった瞬間の写真をかぶせイエス、いつだってなと強烈なカウンターを浴びせていますそのワールドシリーズでアストロズに敗れたフィリーズはドジャースから FA となっているショートストップトレイ・ターナーの獲得を最優先事項としていると報じられましたコンオフの大物ショートストップフリーエージェントプレイヤーの中でもトップの評価を受けるトレイ・ターナー 来年5月に30歳になりますがトレードルーマーズでは8年2億6800万ドル年俸換算で3350万ドルほどの契約になると予想していますフィリーズのショートは2020年に獲得した DD グレゴリアスが今シーズン途中に DFA とされ以降はルーキーの24歳ブライソン・ストットがレギュラーとしてポジションを担ってきましたが打撃成績は127試合で打率2割3分4厘 OPS653 ホームラン10本ウォーは1.3でしたトレイ・ターナー獲得となればストットはショートのポジションを譲ることになりそうですがフィリーズは今シーズンセカンドで98試合に出場していた32歳ジーン・セグーラとの来シーズン1年1700万ドルのクラブオプションを行使しなかったため成長の見込める24歳ストットがそのセカンドを務めることが考えられます突然ですがここでクイズです フィリーズからクラブオプションを行使されずフリーエージェントとなったジーン・セグーラの好きなアイスクリームの味は何でしょうか正解はこちらです。<noise> ということで正解はバニラでした。正解された皆さんおめでとうございます。なおセグーラはこの正解発表直後に同点タイムリーを放っています。<noise> ご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃんけんぽん